大戦よろしくお願いします。今回は公式大会です。なんと参加して3回試合するだけでガラルフリーザーの色違い、つまり関東カラーがもらえるというやつなんですが、今回ご用意したパーティーこちらです。そう、兄弟パーティーとなっております。公式で、兄と妹、そして姉と弟が、決まっているのはこの4匹だけみたいですね。調べたんですけど、はい。なのでこいつらをフルに活用して今回は頑張っていきたいと思います。マニアはもう速投する勢いのラティダブルから試合を始めましょう。で、お相手はね、ダブルバトルをする気があるのか、それともただガラルフリーザーを受け取りに来ただけなのか定かではありませんが、よろしくお願いします。なので、まあバランスよく強い人が素直に勝つルールなのかな。結局はあれやこれやで悩んでしまうと変に負けてしまうでしょ。ウーラオス、きっちりの来たな。しかも悪タイプ、あれは許されない。だったらどうするの。厳しいですね。小5風いっとこうか。ラティ君、まあやるしかないな。大ドラグーン、もう開幕からぶち込んでいきます。と言ってもダイマックス切るのラティしかいないんだよね今回。そう、オスの方、兄貴の方、よろしく。タスキだったらきちいけどな。でもタスキじゃなかったら勝てるんじゃねこれ。よろしく。その火力は、そう、4号世代あたりならやばかったんだぜ。ちょっと火力は落ちてしまいましたが、流星群の未だに健在。見せてやろう、ドリエ。さすがっす。まあ特殊のペライウーラオスではどうにもならんでしょう。一体撃沈。さあ、ルナーラも例外ではないぞ。小五風 S を落とす。もう上は取れない。ジェットだろうが追い風だろうが同様。お相手の次の子、ムーンフォール、シャドウレイじゃねえのか。あー困る、シャドウレイの方が良かった。くそ、いいの引き上がるなこの野郎。さあ次のお相手は、これを考えて打っているのがな、そここなんだよ。悩んじゃいけない。悪事キング、ワイドガードをお持ちなのですよね。甘えておこうか。物理の可能性、どっちか分かんねえのも強いな。まあ上取っちまえばどうってことはねえということにしておこうか。手助けからの大ドラグーン、ぶっ放す。ラティの火力でねじ伏せる。それが今回の一番の勝ち筋だと私は信じているぞ。おそらく悪事キング、でも悪事キングこれな、来るか。うわ、そっち、マジか、困る。まあでもマルチスケール的なのは剥がれてますね。耐久はそこそこでしょ。じゃあ悪事キングに消えてもらうぜ。手助け、あいつワイドガードとか使うんすよ。See you。 そのステータスでは受けきれまいよ。 OK。 ザ・ラティオスみたいな火力を出してくれて嬉しいぜ。ルナーラは残念ながら特殊アタッカーでしょうから、大ドラグーンの効果がちょっといまいちなのが申し訳ねえな。やっぱ持ってたフォローあるじゃん。マジで特攻下げるためにムーブ打ったのかこれ。防御低下、撃沈、お疲れ様です。ですがこちらにはこいつがいる。そう、日頃散々苦しめられているが、そう、妹と姉、そう、女は強しって言うだろ。誰よ強し、どこの女よ、強子よ、行くわ、やってやるぜ。おう、ソルギャルよ。人の剣起動、よし、枝助から放たれる圧倒的巨獣山でルナーラを一撃で撃沈させてみせましょう。金殿の核ってやつを教えてやるぜ。所詮エスパーゴーストなんていう弱点まみれのタイプでは戦いの土俵に上がれないことを、まあなんなら当倍で教えてやるぜ。弱点だったらさらに2倍入ってたんだぜって言ってやるんだ。当倍、いや
強っ。まあ実際には居住山の補正で倍、手助けで 1.5 倍なんですが、フレアドライブ、うわぐだがな、舐めてもらっちゃ困るぜ、あっちいれ。くぅ、こんなことをしてくるなんてひどいよ。フレアドライブ、こいつメタルプロテクトっていうのは能力値下がらないんでしたっけ。特性は見えないんだよな。しかし困ったちゃん、ラッティアスでやれることがほとんどぬわい。 S を下げる必要ってのがまずないのでね、とりあえず甘えてみるか。ターン稼げたら美味しいんで守ります。こういう時に特性ってのを思い知ることになるね。どうだ、やっぱか。高級あれだ、高級なんだ、クリアボディ、高級クリアボディってわけだな。だったらもうじわじわ行くしかねえか。全部今一つにされちまってんのが辛いところですね。にしてもあいつ技範囲微妙に広いな。居住山、行くぜ。ジョルニゾーン、ボーン。やけどでも今一つでも結構入ってんね。保護風、ふわー。これこいつ一体に何気に負けてしまうのでは。メテオドライブ、つうか技めっちゃ見せてくるな。何気にさっきの守り読まれたみたいな感じになってないか。こっちかよ、耐えるぜ。ぐう、もう一回動けるな。手助け、そういうことか。2体まとめて潰す気だな。さては、でも最後に最大火力を受け取ってもらうぜ。こうするしかない、この手に限る。居住山、いざズルリエ。いい火力、やべえな。いい感じに追い詰めているよ。メテオドライブ、タイプ相性的にまさかこれ積みがあるとは思ってなかったね。弱点保険の可能性があります、範囲が広いので。まさかの怠慢になるな、これ。いいぜ、とことんやり合おう。まあなんか見た目が似てるぜ、比較的な。顔面大きい者同士仲良くしようぜ。しゃ、しかしこっちはサポート型なんだよな。反動でどうだろうね。バックアウトは怖えな。居住だ、そのまま行きます。弱点ついたらダメな気がします。行くぜ、シャキーン、ワンワンをグーリア、行くぜ。まあまあ反動で落ちるね。いい火力あるじゃん、おかげでなんとか勝てそう。ここでお相手が落とせたら別だが、はっ、勝って。よしよしよし、仮に弱点保険であったとしてもそのダメージでもなお勝ってますね。いや素晴らしい、これぞ盾の王、頼れる男だぜ。弟も男やったやなって。おりゃ、大戦ありがとうございました。鋼エスパー怖すぎな、今回のパーティー。まさかここまで追い詰められるとは。ガッチャ、さあ対戦よろしくお願いします。対戦相手はリザードンさんですね。これチャリザードってそうだろう。で近殿一体か、これはまあ優勝を狙うパーティーというよりは拾いに来たパーティーですね。だったらまあ容赦なく潰しますよ。大人げなくな。じゃあまずは女性同士コンビ組んでもらいましょうか。よろしくお願いします。潰すで、どんなパーティーだろうが、そう圧倒的兄弟愛の前に沈ませてやりましょう。にしてもやっぱあれですね、こうしてみるとさ、やっぱ女性は赤っぽい色、まあややピンクの柔らかい感じの色、
で、男は青って印象があるんだけどとか言おうと思ったら、雑誌様は逆なんですが何の話やねん。いやでもさ、正直雑誌やんが姉ってもう嘘でしょ。こわもての歴戦の勇者だよ。拙僧とかなんか拙者とかそういう感じので、語尾には僧侶までついてそうだな。うん、であれだよ、ザマゼンタ君はなんだろうな、よくわかんねえや。よろしく。古文的なあのワンピースっていうことか、ジョニーとあの予作だよ、予作。あ、来たね。パッチルの何すんだあいつ。さあこの対面はザシアンをちょっと一旦下げた方が良さそうですね。両方とも耐久でいきます。ふむ、いや待て、どうしようかな。巨獣山、パッチル、手助け、どっちにしろラティアスの動きが縛られてます。なのでここはやったぜ。当倍だろうが吹き飛ばす、やべえ火力見せてやる。さっきルナーラで確認済みですからね。いきなり消しかけてくる可能性もあると思ったので、やっといてよかった。温存なんてしたら上からどんどん殴られちまいますからね。やられる前にやる、鉄則だ。いざ行かん、手助け。姉をよいしょし、突撃巨獣山、一撃のもとに大無理さる。どれや、マジ強すぎ。静電気だったのかお前特性。初めて知ったぞ。発動したことがなかったんでしょうね。インファイツ効かないね。麻痺だろうが役割がないわけではない。さあ次のお相手はおそらくザシアンをまず潰しに来るでしょうね。逆でおそらく物理アタッカー、甘える。ザマゼンタの S がわからねえ。最速だったらラティでも抜かれてるんですよ。うん、120ぐらいでしたっけ確か。あの見た目でもあんだけこつくてもマニュに近いぐらいは速いんですよ。でも耐久を生かす上ではあんま振らんよね。よし、巨獣弾、まさかの右狙いかよ。今度止めておくべきだったかな。おそらく丸役手で落とせる判断からの行動でしょうね。紙一重で食えねえ。熱風か。これはザシアン捨ての方が良さそうだね、流れ的に。おい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 、とりあえずザマゼンタの動きは止めておいた方が良さそうですね。向こうはすでにダイマを切っている。ここに勝機が。では2連守るしてもいいんじゃが、この次はさすがにいろいろ飛んできそうだから一旦変えさせてもらいますよ。甘える、ザマゼンタ君は甘えるで無力化できる。それにザマゼンタに対して丸役での熱風は刺してダメージにもならんでしょう。よし、防御展開、甘える。よし、ガクッと低下、巨獣弾、ラティは落ちねえぜ。にしてもこれモーション長えよ。どっちだ、効かん。よくぞ持ちこたえた。熱風連打してくるな。効かんよ。よし、よく焼けていますが、さーて、じゃあどうしてくれようか。バークアウトで攻めていくのもいいですね。じわじわ行きましょう。もうザマゼンタ君を強制交代させてやってもいいかもしれないと言いたいところですが、まあそれぐらいしかやることねえんだよな、ラティも。ほぼほぼ捨てなので、
よっと。このタイミングで丸役で葬れるとザマゼンタ君は身動きが取れなくてラッキーなんだが、さて丸役で能力値落ちるか。あいつ白い煙があるんだよ。どうやら能力値低下を防ぐ特性ではないらしい。効かないね。ふっふっふ。ネップー。よし、いい体力だ。ラティありがとうね。十分頑張った。しかしまあザマゼンタ君がな、ほぼほぼ手つかずで残ってんのやべえなこれ。ではでは行きましょうか。男同士で今度は行こう。では手助けと行きましょう。手助けラティオスからの放たれる圧倒的な大ドラグーンは受けを許さない。ザマゼンタ君が出てきたら大ドラグーンを浴びせ続けて攻撃をまた落としてやりましょう。交代しないってことはゲームセットだぜ。行くぞジェリア。にしても丸役手が意外と熱風で仕事をしてるんだよな。中途半端なステータスゆえあんまり火力は出せないはずなんだが。失礼。 OK 1.5 倍からの大ドラグーン突撃。当然丸役では特防高い方なんですけどね。ですがさすがにいわゆるメガネ補正の乗った流星群に近い全盛期のねあれより強い。受けれるポケモンは限られているでしょう。受けるぜ、まだ受けるぜ。さあザマゼンタ君はもう身動きが取れない。残り1体を潰してやればいいでしょう。マチャンプ、ああお前か、どうしようもねえな。手助けからのマチャンプに対して大ドラグもう受けられない。爆裂パンチの混乱とかは負け筋になるので潰しておきます。これはもう決まったんじゃないか。さすがに最初の巨獣山がやっぱ痛かったね。あれが落としきれてなかったら逆にやばかったと思うが、お相手の最後はカイリキーだったら交代も確かにできんな。やっぱダブルバトルはいろいろな戦術の幅があっていいですね。デバフも強烈。 OK ザマゼンタの攻撃はもはや虫の息ほぼゼロですね。巨獣弾ラティ狙ってきたかさすがに。ですがそのヘッポコ火力ではもはや全く通らない。白目向いちまうよな。ではではさらなる超火力での追い打ちを。手助け大サイコ。格闘タイプを恨むんだな。いざ踊りや。いけ強いザマゼンタ君耐久すげえはずなんだけどな。一撃ですよ。やっぱラティの火力っていうんです。素晴らしい。対戦ありがとうございました。最終戦です。対戦よろしくお願いします。フリーザーは獲得した、あとは勝つだけといていんですが、なんかピッピとかおるんよな怖えな。ダブルのピッピガチだから怖えな。フレンドガード、そう味方に対するダメージを削ってくれる。そしてピッピ自身はこの指止まれが使えるのですよ。この辺の組み合わせが非常にいやらしいんです。よろしくお願いします。一番嫌な組み合わせかつ負けを感じそうなのがウーラオスピッピ、これが一番まずい。よろしく。ザシアも大概だな。ほう、困ったね。向こう的にはどう出てくるか。さあ不当の剣で攻撃が上がる。ザシアンを敵に回す恐ろしさを今から身をもって知ることになるね。まあ向こう的にはアタッカーを仕留めておきたいところか。では
保護風いっとくか、とりあえず S 落としてしまえばこっちのもんですよ。ダイマックスからのダイボール、ザシアンはラティを狙うはず。僕ならそうする。まあなんだかんだダブルにおいてもメイン火力出せるアタッカーの方が狙われる傾向が高いです。なので素直、どう見てもダイまで暴れそうな感じするしね、こっち。まあ、ここ外したらもういよいよやばいですね。ダイウォール使っちまってるんで1ターン無駄にしてる。一気に負けいきます。展開どうだ、向こうもかよ、一番困るわ。くー、保護風を当てたいやつに当たってねえんだ。やべえな、次のターンの居住山で死ぬぞ。高速移動だとそいつは予想外だね。初めて見たよ、シングルでも見たことね。さーてどうしよっか。これは間違いなくラティに居住山を飛んでくる。なんならじゃれつくかもしれない、飛んでくる。ダイマックスを捨てることになりますが、正直 30% のダイウォールにかけるぐらいだったら捨てた方がいいな。やっちまったな。ザシアン初手守るは読めなかったぜ。この対面が今ガンフリなので仕方ない。丁寧に行きましょう。不屈の盾、まさかのサポーターが2枚とも場面に出る感じになっちゃった。うわ、ウィンディがそのまま来るのも予想外だ。すげえな、なんだろう、ダブルっぽくない。なんかパーティーのシナジー効果っていうのがいまいちよく分かってないんだけど、それゆえに個々の暴力で今ねじ伏せられようとしていますね。甘える、つうかお前遅くね超遅くね。噛み砕くだろうね。うん、いやバークアウトかもしれん。どっちだ、この火力の低さはバークアウトか。ミスったらやばいんですよね。じゃれつく、居住山を使わなかった、もう分かんなくなってきたな。これあんまり甘い色を入れるとね、ザシアに逃げられちまうんですよ。それはそれで嫌なんだよ。ここでどうにかしておきたいんですが。バークアウトですよね、これが嫌だったんだ。ピッピギエピッピ、おお大ゴール。これお互いダイマックスはある程度無駄に終わりそうですね。あいつこの指してくるからね、防がれちったぜ。いいよ。さあそいつの特攻を下げたところでうまみ成分は大してない。だけど手助けからの居住弾でピッピ潰す、とりあえず奇跡を持ってる可能性が高いので、まあ大丈夫だと思うが、一応ねやれることもあんまりないので。お相手のザシアンはなぜかラティより遅かったですよね。だからせめてお前を一撃で倒す。これ以上技を操作されてたまるかよ。あくー、ラティはすでに仕事を終えていると言いたいが、甘える要素がなくなっちまったのは痛いかもな。いざ行かん居住団ゼイヤ、おおセイトリア、シャー、オーケー。まあこいつがいるとな、ラティが竜技を打てないんだな。この指で吸われて無効になっちまいますから。ではここでザシアン投入といきましょう。向こうも出してくるんじゃないか、ドラコビッシュ、うえ、刀の剣、居住山が両方とも今一つでござるね。
厄介な。まあこの対面ですとさすがにザシアンを狙ってくるでしょうか。ザシアンここでこんにちはするのがよっぽどめんどくせえんだな、これ。ではコーチング、姉をサポートしてくれ。抜群に。ようシャキーン、エロガミ防ぐ、フレアドライブ防ぐ、物理だったか、コーチング。これに関しては守るを貫通する。よし、とりあえず厄介だからお前を潰す。手助け、ぶちかますぜ。フレアドライブは痛いのでね。さあこれにて火力 2.25 倍と化した圧倒的巨獣山。おら硬すぎ、わろた。ダメか、これでもなお足りんというのか。エロギャミ方向なので、いやー痛いっす。フレドラー、ぎょーよく耐えた。むじゃれついてもろて、厳しいですね。巨獣弾で落とせるか、あいつ。ここは仕留めたい。最後に出てくるザシアンが怖えが、あの感じラティより遅えからオスでも上取れそうなんだが、いくぜドリア。よし、オッケー。日差し嫌なもん見せてくれますね。ですがその耐久に意味はあるのかな。ワンワンゴーディクサッドリアデア。なるほど、大ウォールの正体はそれか。フレアドライブ噛み砕く、そして朝の日差しか。あ、バークアウトかな。でザシアンは守るを持っているので、ここでザシアン狙うのは負け筋になる。守られてしまっては意味がないので、ここはウィンディに守るがないことを祈って、ウィンディに向かって全力の巨獣山、2対1に持っていくのが得策でしょう。行くぞ。さあザシアン2体とワンニャン王国だぜ。ニャンどこ、ここ、そう、あれだ、ユーリニャンってやつだな。気持ち悪いです。はい今は健全なポケモンバトルしてんの。そういうのはなんかもうあれだ、ピクシブとかでやってな、今は。いくぜドリア。決まったぜ。あるかな、探せば。そんなあざとい、いやでもポケモンだからな、大抵の女性キャラは猫耳の一つはつけてそうですね。はい、ではでは2対1の状況で対戦よろしくお願いします。チェス。しかしな、雷が一番まともな火力ってのが嫌だね。やるしかないか、どんどん行くぜ。ドーリアー落ちろ。いい火力、思ったより出てるね。聖なるチュルギー、いって、縦の王を舐めるなよ。確かに能力変化は無視できるが、ギリギリ落ちなかったぜ。これでゲームセットにしてやろう、ドーリア。いや、よし十分。なんか決まらなかったけど決まりはしなかったが十分だ。ありがとう。というかニャン要素ラティアスでもいいんじゃない。あるな、ありそうだな。もうラティアスはその辺では一流の選手だからね。なんかあれだな、完全に頭が二次創作モードに入ったないいと思うんで、ラティアスは割と何でも似合うの。うん、というわけで、終わります。はい、ありがとうございました。